先日ナイタースノーボードに行ってきました。ほう。いいね。いつもは友人大勢と行くのですが、その日はぼっちだったので、うん、イヤホンをしてミューズの曲を流しながら滑りました。ほう。4時間ほど滑った頃、スキー場の営業終了が近づいたため、ラスト1回だなぁと思っていたら、スノーハレーションがイヤホンから流れ始めました。あまりのタイミングの良さに、マジか、俺の iPhone 神かと結構大きい声で独り言言ってしまったので、周りの人から変な目で見られましたが、ゲレンデを照らすオレンジ色のライトの中を、スノハレを聞きながら滑るのは最高の気分でしたよ。だって。へぇ、よかったね。あっさり。音楽聴きながらやったりするの？スノボとか。怖いよ。やっぱそういうもんか。私そんな初心者だから。ああ。慣れてないから音楽聴きながら滑ったりとかできないから。街をさ、こうランニングっていうか走る時もさ、音楽聴くの怖くない？怖い。すごい怖いよね。うん。だってさ、車、いつ来るかわかんないよ。ね。私だから走る用にイヤホン買った。うん、あ、ちょっと外の音も聞こえるやつ？そう、ちゃんと聞こえるけど、外れない。ってやつをね、買いましたよ。3回ぐらいしか使ってませんけど、うん、一昨年ぐらいの話かな。結果それ用に買ったこうランニングシューズは、うん、今ダンスシューズになってます。そうだね、あの黒いやつね、うん、そう、うん、ピンクのラインが書いてあるやつ。そうだったんだね。あれ走る用だったの。でも走らないんだね。走らない、走らない、走るのやめよう。足ムキムキになっちゃうから走らない、うん、走らない。私たちは走らない。私たちは踊るだけよ。次、次行きます。何言ってるか分かんない。